ゃあ3箱目開けていきたいと思います。はい、見てきます。結構また良さげですね。クティックモンキーズ、サクイット&シーと、ハムバグ、ザ・ラストシャドウパペッツ、これもアレックス・ターナーのプロジェクトですね。はいはいはい、アリアナ・グランデ、ポズス・キャックス、スプリングスティーンが、ブルース・スプリングスティーンが、もろもろ、はい、ボディドリー、はい、ボストンも入ってました。ボブ・ディラン、ベスト版、ロニー・レイト、ラトルズ入ってました。いいですね。リー・コールドウェル、グラム・パーソンズのトリブート、ラット・レッド・シューズ、これ知らないな。気になる。気になりますね。ヨークですね。ザ・バンド入ってました。これもザ・バンドですね。はい、ザ・バンド。これもカプーツです。ザ・バンドですね。サーフィン USA。これもビーチボーイズですね。ブライアン・ウィルソン。ビースティーボーイズですね、今度は。3枚も入ってる。ビースティーも入ってますね。ビースティーボーイズと、ビースティーボーイズと、これもビースティーボーイズですね。はい。あ、ビートルズだ。ジョン・レノン。これもビートルズですね。から、ベック。ベック。ベックがいっぱい入ってます。ベック。このベックですね。はいはいはい。ミューテーションが2枚目と、シーチェンジズも2枚目だ。シーチェンジか。はいはいはい。はいはいはい。はい。ベインフォールズですね。ユル&セバスチャンだ。やった。ベインハーパーのベインハーパー。ハーパー。ベニーシンス、スプリングスティーンまた入りました。そうですね、スプリングスティーンと、お、ホブディラン、ジョージ・フェイム、あ、いいっすね、いいっすね。グラム・パーソンからグレートフル・デッド、ビートルズ、ビーチ・ボーイズ、これはポール・マッカートですね。あるぞ、これちょっと気になる。ロビー・ロバートソン、お、アッシュだ。アッシュと、オールマン、バージンスーサイズって、あの映画のやつかな。ちょっとこれ気になる。はいはいはい。はいはいはい。というわけで、結構いい。あ、G ラブですね。G ラブスペシャル。ガールズ。ガールズ。これ気になる。ジョージ・フェイムまた入ってますね。ジョージ・フェイムがいっぱい入ってますね。イギーポップまた入ってます、ね。オールマンですね。オールマン。これもそうですね。オールマンブラザーズバンド。これもそう。あ、ラットセッターのティアーズ。と、アル・クーパーですね。あ、なんだっけこれ。アリス・イン・チェインズですね。アル・スチュワート。ディラン。これもディランですね。それから、最後、ビートルズのサージェントが入ってました。この箱いいんじゃないですか。という感じで、個人的に好みのやつが多かった気がします。はい、じゃあ次の箱に行きますか。はい、4箱目開けてます。はいはいはい。またちょっと分かんなそうなやつが多い。ロリーブロック、ルースター、ザライト、アクライダーズ、エイジングスピードボール、ライノセロス、これ良さそう。ラムシュタイン、ソフトロックのコンピレーションかな。はいはいはい、なんかいろいろ入ってますね。ロバートレスか、これなんだろう、 QTY、 はい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 、ヘリーブレイク、フィーセズ、これはもう、はい、アンジャミスティックか、アンジャミスティックますね。はい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 、これいっぱい入ってた。ティル・シーモア、EOD、良さそう。エリック・セイス、クリス。なんかもう、ジャケットからして、良さげなやつがある。キーマーズ、ちょっとわかんないや。わかんないやつ多くてすいません。ミスター・エレベーター、これ良さそう。
はい。アクチャードヘイ。ヘイリウォーカー。はい、はい、はい。セス・レイクマン。という形で、どんどん続きます。キー 3D っていうか、これボックスですね。はい。紙ジャケ。これは紙ジャケですね。全然わからない全然わからない。あ、これ良さそう。ケージョナルワールド。ほい。あ、マッチボックス20のデビューアルバムになった気がする。キーウィンガー KBC なの。 KBC。 ほい、ほいほいと、ほいほい、シーローズ、ルーシーローズ、ルーシーローズ、パラシュート、レベル42。はいはい。こういう感じで。結構ジャンルもバラバラな感じですね。キットロック、メトロス、マジック。はい。というわけで、じゃんじゃん見ていきます。ジョン・エディ、なんだろう。クヤード。もう分かんないですね。JJ72。J& The Technics。お、もう渋いですね。この辺も、この辺もなんか、僕が未開拓なジャンルですね。イギー・アゼリー。これ気になります。イルミー、アイスエイジ。ソレンス、はいはいはい、ゲームスゴール、はいはいはい、もう渋いですね。アイリー・サイラス、ライング・ブリッド・ブラザーズ。はい、それとこれでこの箱は終わりです。はい、じゃあ CD 最後5箱目開けてきます。よし、この箱は見た感じ僕が結構好きなやつが多そうです。じゃあコーラル、これも最高ですね。ジャックベリー、コールドプレイ、これもそうだ、コールドプレイと、これもコーラですね。ホットツナ、スターシップ、ジェファソンエアプレインのファースト入ってましたね。やった。ジェフバークリー、ジェフベック、ジャニス・ジョプリン、これもジャニス・ジョプリンですね。お、ジェーンズ・アディクションも入ってました。ポール・ウェラー、ザ・ジャム、いいですね、ジェイク・バグ、若い。ジェイク・バグ、クソン・ブラウン、カーラ・ボノフ、ジャスティン・ティンバーレイク、2枚。はい、ジョニー・ミッチェル、ジョニー・ウィンター・ストーリー。これ気になる。ジョニー・キャッシュもあると思います。ジョン・メイヤー、ジョン・メイ・オール。紛らわしい名前がついてますね。ジミ・ヘイム、デビッド・グラブス、あ、ジェットのセカンド、ジザ・メリが入ってました。いいですね。コーンも入ってました。やった。ハミジャケ仕様、チープトリック、ジギースターダスト、40周年版だ。いいですね。ドアーズのファースト、ハミジャケ仕様、アルゾ、これはさっきの箱にも入ってましたね。ジェニファーロペス、お、シャーラタンズ、シリオ&カポーネ、アスケーズ、キャプテンビーフハートが入ってましたね。お、これも有名なキャプテンビーフハートですね。ジョン・フォガティ、CSS、カルチャークラブ、ザ・サークルだ、やった。これはいいっすね。イジアンダブファンデーション、コーン、クラクソンズ、これいいっすよね。2枚入ってました。お、キンクス、はい、ルールズ、ザ・キルズ、ザ・キルズ、ケイティ・ペリーだ、ケイティ・ペリー。やった、ディーボだ。ちょっとなんか日焼けしてるかな。はい、いいですね。デレクトラックス、デフトーンズも入ってました。めっちゃいい。めっちゃいい。ディアハンター。はい。ザ・ランナーズ・フォー。ジー・ブラックも。あ、このアルバムもいいんですよね。ディープ・パープル。ディープ・パープル。あ、うん、おーっと待って。ちょっとサインみたいなの入ってますね。ちょっとこれは後で調べよう。ディープ・パープル。デビット・ボーイ。なんだろうこれ。
フートとかかな、ちょっと調べよう。ダン・フォゲルバーグのファースト、これめっちゃいいっすよね。ダン・ヒックスっていうのかな、これも気になりますね。デビッド・ボーイ、ボーイが続けますね。でもそうですね、デビッド・ボーイ、ザ・シングルスが、はい、あ、デュラン・デュランですね。ドクター・ジョン、実は、あ、ドクター・フィール・グッドですね。はいはい、ドアーズ、ドアーズ、ドアーズだ、やったー。モリソンホテル、お、これはドノバンですね。もう何だろう、パティプロジェクター、そうだ。お、ダイナソージュニアも入ってる、ダイナソージュニアが入ってます。デビッドボーイの、スキャリモンスターじゃないや、ダイヤモンドドックス、ドクタージョン、ロッテンビーファートまた入ってた、ファーズのセカンド、ディレクトラックスで、最後がキンクスのファーストでした。はい、以上で5箱の開封を終了しました。どうでしょう、めちゃめちゃ良くないですか。まあ僕もちょっと分かんないのがあったんで、まあ皆さんの方が多分詳しいと思うんですけど、でも5万円、1枚100円ぐらいで買ってるんで、考えるとかなり安い買い物かなというふうに思いますが、しばらくね、いろんな音楽を聴いて楽しんでいきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。終了。